富江利平大正11年2月7日は、明治時代の写真家。上野彦馬より、写真術を習得し、彼と共に、日本写真界の草分けとして活躍した。熊本で写真屋を開き、軍部の依頼で消失前の熊本城その他を撮影。明治時代の風景、人物など貴重な記録を写真に残した。不自由写真館は、代々続き現在も存在する。 富ミッ平の作品集より森下伊佐夫編の略年表による。開業当時は出版法であったので出張撮影の時は暗室の準備が必要であった。写真誌は魔法使いと思われ気味悪がられたが近代の兵士が来て大繁盛した。兵営に入り、御用を務めたので後に陸軍大将となる野木稀介、川上総六、 小玉玄太郎にも親しく出入りした。李平は乃木から西南戦争で焼けたところを写してほしいとの依頼を受け、3日間彼の車に従って歩き、写真を撮影した。仕事の後、乃木からは、お前もだいぶ戦争でひどい目にあったが金を持たんだろう。今日写したのを数千枚焼き付けてくれ。金は一度にやっとく。この写真は今度の戦争で怪我をした人にやるつもり。 たくさんの枚数で長くかかるだろうがそれは構わぬ。との声をかけられた。乃木の写真も現在に残っている。写真業界で価格競争が激しくなっても、李平はその間に先進技術の連磨に努め、研究を重ねた。また、彼は温厚特実で人と争うことを好まず、社会公共のためには協力奉仕を惜しまず、厨房を追って主治の役職を引き受けて、 熊本市の発展に尽くした各種の救援、事前事業、学校教育事業に多額の資材を寄付している明治初期の熊本城、富江利平の作品などありがとうございます。